この列車は JR 飯田線の臨時快速列車元前工事駅です。この列車は JR 飯田線元前工事駅です。豊橋を出ますと豊川、新城、本長市の中部天竜、伊佐久保、平岡、天竜橋、飯田、終点元前工事の順に停車します。間もなく発車します。この列車 JR 飯田線臨時の快速列車元前工事行きです。間もなく発車します。何の食べないものが捨てちまったんですか。豊橋を出ますと次は豊川です。豊川、新城、本長市の順に停車します。それ以外の駅には止まりません。ご注意ください。JR 東海ご利用いただきましてありがとうございます。でこの列車は臨時の快速列車元前工事駅です。で次は豊川です。で豊川、新城、本長市の中部天竜、伊佐久保、平岡、天竜橋、飯田、終点元前工事の順に停車します。終点元前工事には11時1分の到着です。元前工事駅は11時1分の到着です。お手洗いは一番前の車両です。トイレは一番前の車両です。お客様にお願いします。車内際の駆け込み乗車は危険ですのでお呼びください。携帯電話がマナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑とならないようにお願いします。なお混雑時優先席付近では電源をお切りください。優先席はお年寄りやお体のお不自由な方、妊娠されている方や小さなお子様、お連れのお客様に席をお願いください。車内で迷惑行為を受けたり引かせられた時や死んだ荷物を発見された場合、車掌または駅係員にお知らせください。緊急を要する場合は SOS 表示の非常ボタンを押してお知らせください。運転手は宇野車掌斎さんです。で次は豊川です。この列車ドアは自動で開きません。でドアは自動で開きません。で列車が駅に到着後、ドアへこのランプが点灯します。ランプが点灯しましたら緑色の開けるのボタンを押してお降りください。でドアへこのランプが点灯後、開けるのボタンを押してドアを開けてお降りください。
なお車内のテロップが出ておりませんので、車掌の案内放送にご注意ください。車内テロップが出ておりませんので、車掌の案内放送にご注意ください。なお、JR 伊香線は、トイカ、スイカ、マナカなどの IC カードは、トイカ駅までのご利用となります。IC 乗車券は、豊川までのご利用となります。トイカ、スイカ、マナカなどの IC 乗車券で、豊川から先をご利用のお客様は、現金でのご精算が必要となります。現金でのご精算が必要となります。車掌にお知らせください。豊川です。出口は左側です。豊川を出ますと次は新城です。お忘れ物ないようにご注意ください。ドア横のランプが点灯後、開けるのボタンを押しておりください。豊川です。豊川では5分ほど停車します。8時14分の発車です。
信上がった。8時14分発、臨時快速列車は当然工事行きです。5分ほどで発車します。次は新城に止まります。臨時快速列車も当然工事行きです。臨時の快速列車も当然工事行きです。まもなく発車します。次は新城に停まります。新城本流しの中部電の順に停車します。そう来るねって嘘来たかーってからさ、ある意味面白いけどね。一番前気持ち悪くね、気持ち悪くね、あ、見た見た見た、キモくね、あれはキモくね、いっぱいだね。あのさ、駅でさ、バイトする前でさ、なんともさ、思わなかったけどさ、今となったら気持ち悪いとしか感想がない。
その位置になりかけたら、うん、うわ、出た。そう。最近出たよ。そうなんですよ。昨日。だから、どう表現したらいいのかな。じゃあ、率直に言ってきても大丈夫。率直に言ってどこに行くの。いや、臨時解説とかで分からなくてもないけど、あそこまで若かった。次は新城です。新城駅8時32分の到着です。車内をお伺いします。切符をお持ちのお客様のみご支援のお客様はお知らせください。なお、トイカ、スイカ、マナカなどの IC 乗車券はこの先ご利用できません。IC 乗車券はこの先ご利用できません。現金でのご精算が必要となります。お知らせください。ここはともしない。
車の行き違いです。しばらくお待ちください。2分少々停車します。列車の行き違いです。しばらくお待ちください。2分少々停車します。まもなく列車発車します。列車が動きますのでご注意ください。まもなく列車が発車します。
まもなく新城です。出口は左側です。ドア横のランプが点灯後、開けるのボタンを押してお降りください。新城を出ますと、次は本流し戸です。まもなく新城です。次は本流し戸です。前から2両目と3両目のお客様、切符の拝見をさせていただきます。ご協力お願いします。前から2両目と3両目のお客様、切符の拝見をさせていただきます。お手元にお用意ください。ご協力お願いします。
にもありますよ。あの、午前中も少々お待ちくださいね。これ11時に着きますんで。列車の行き違いです。しばらくお待ちください。あと4分ほどで発車します。あと4分ほどで発車します。列車の行き違いのため停車しております。しばらくお待ちください。確かに、昔のような、この辺のことを聞いてます。
天竜橋からまでしか行かないんで、天竜橋の時間しか教えてもらってないんですよ。今調べますんで、そこで。まもなく列車が発車します。
臨時快速列車の当然工事機です。で次は本流しのに止まります。本流しの中電流三久保、平岡、天竜橋、飯田、終点元善光寺の順に停車します。中部天竜です。次は中部天竜です。9時28分の到着です。
列車の行き違いです。しばらくお待ちください。2分少々停車します。列車の行き違いのため停車しております。しばらくお待ちください。2分少々停車します。発車します。列車が来ます。ご注意ください。間もなく発車します。
Thank you.
Thank you.
く中部天竜です。出口は右側です。中部天竜を出ますと次は三作号です。中部天竜です。列車の元線工事行きです。次は三作号です。次は三作号です。Thank you.
右側です。三作坊出ますと次は平岡です。ドア横の開けるのボタンを押しておりください。次は平岡です。
車の行き違いです。しばらくお待ちください。列車の行き違いです。しばらくお待ちください。お待たせいたしました。まもなく発車します。まもなく列車が動きます。お立ちのお客様はご注意ください。まもなく列車が動きます。腰が使った。これ真面目ね。ジャガイモ食べたから水が。Thank you.
ら右側です。ギャオから出ますと次は天竜橋です。忘れ物ないようにご注意ください。平岡です。ドア横の開けるのボタンを押しておりください。ドア横についております。開けるのボタンを押しておりください。次は天竜橋です。Thank you.
Thank you.
した。Thank you.
10時38分発快速の元善光寺駅です。発車いたします。閉まりますドアにご注意ください。次は飯田に停まります。岡山までってここに乗ってたのいいんですか。岡山でちょっと接続時間があるんだけど岡山ですか。はい、ここでも飯田でもいいですけどどっちかでもどうしたらもいいどうしたらもいいです。ここで列車は変わらないんで、はいはい、信号オーライ天井が38時刻オーライ。運転士新村車掌は木ヶ沢です。
Thank you.
Thank you.
まもなく飯田です。出口左側です。開けるとボタンを押しておりください。飯田を出ますと次は終点元善光寺です。車内に傘などお忘れ物ございませんようご注意ください。飯田に到着です。ご注意ください。出口左側です。開けるのボタンを押しておいてください。
ご乗車ありがとうございました。まもなく終点は元善光寺、元善光寺です。一番線到着は出口左側です。開けるのボタンを押しておりください。降りの際には車内にお忘れ物ございませんよう、座席の周りには一度ご確認の上おりください。傘などお忘れ物ございませんようご確認ください。ホームでも車掌が乗車券の拝見回収を行います。あらかじめお手元に乗車券類ご用意の上おりください。終点元善光寺です。ありがとうございました。